先代より預かりし力お渡しいたしました。この調子で残りの一つも終わらせたいもんだよな。テストもテストも。それで今度はどんな風に強くなったの？やっぱピカピカ光るとか、やたらでっかくなっちゃうとか。雨が降ったらお休みになるぐらいお気楽な発言ですわね。今回はこれといって何がどうなるというわけではないのだよ。先代様が身につけた英知が巫女様へと継承されたのです。うひょー、パパがそれを知ったらいくらになるのか絶対計算するわね。派閥の幹部の方々もきっと目の色を変えちゃいそうね。でもお野菜を育てるコツだけはこっそり教えてほしいかも。あははそれぐらいならお安い御用だともと言いたいところだが、それは無理なのだよ。どうして？封印がかけられてるの。遺産が敵に奪われても悪用されないようにするための備えだ。その封印を解くには残る最後の一つの遺産である先代の記憶が必要となる。そしてその遺産は最も信頼が厚い見つかりへと託された。我々の長にしてアロエリの兄であるクラウデルだ。見つかりの長ってアロエリのお兄さんのことだったの？ああ、そうだ。兄者は俺の何倍も強いセルファン族最強の戦士だからね。どんな苦境にあっても必ず巫女様のもとに駆けつけるだろう。つまりは引き続き様子見ということになっちゃうんですね。いや、むしろこちらから探しに行くべきだろうな。今までの状況から見て追っ手がかかっているのはまず間違いない。彼女の兄さんがどんなに強かろうと多勢に無勢は不利だ。うん、そうだ。じゃあ情報を集めてからみんなで探しに行きましょうか。何をほうけている？シャキッとしろ。ほら、こいつは貴様に預けておくぞ。いつ何時敵が攻めてくるかもしれんからな。貴様も戦士の端くれなら気を緩めたりしないことだ。先日のこと一応は謝罪せねば問題があると思ってな。だから飛び出して言ったことを謝るって言ってるんだよ。とにかく俺はきちんと謝罪したからな。大変だぞ、おい。今しがた軍本部から通達があったんだが、何やら帝都方面で赤き手袋が暗躍をしてるらしいんだ。赤き手袋って確か犯罪を代行してる集団だよね。ああそうだ。そしてその構成員は暗殺者でもある。暗殺者って、つまり殺し屋？そういうことだ。奴らは常に背後から隙を狙って襲いかかってくる連中だ。敵に回したらこれほど恐ろしい相手もいない。
まあな。もう変に脅かさないでよね。びっくりしたよ。すまんすまん。しかしこれから先も無関係でいられるとは限らないからな。え？赤き手袋と無職の派閥は協力関係にあるんだ。だからもしもクラストフ家が支援を要請したなら。そういうことだ。じゃあそうなる前に大急ぎで最後の見つかりを見つけなくちゃね。やっぱり気のせいだったのかな。うん、実はね、そうなの。夕べ寝る前に窓から外を見たら、ゆらゆらした光がスーッて畑の上を横切っていったの。それがちょうどこの辺りだったから見に来たんだけど、それが何にもないんだよね。お野菜にも別に変わった様子はないし。だよね。うん、きっと見間違いだったんだよね。そうなのかな。教えてほしいことがあるのだが、町の外れでどこか泊まれる場所を知らないか。事情があって盛り場の近くは避けたいんだ。贅沢はいらない。夜露さえしのげればそれで構わないが、どうだろう。せっかくだがそれは遠慮しておこう。ですが、万が一の時子供を巻き込むわけにはいかない。敵のやり口を考えるのは用心しておくべきだ。確かに。
余計な手間を取らせてすまなかったな、娘よ。行くぞ。はっ。龍のことはうまく仲直りできたかな。いいんだよそんなことは。ただあれからすぐ街中で乱闘があったようだけれど、あの騒ぎもやはり君の言っていた悪人が関係しているのかい？そうか、無職の派閥のクラストフ家か。これでもかつては軍属の身だったからね、無職というものの恐ろしさも間近で見たことがある。関わるなと言いたいところではあるけれど、手遅れだろうし、何より君は承知しないだろう。謝らなくてもいいさ。だけどこれだけは心得ておいてほしい。連中は目的のためなら相手が子供であろうと決して容赦はしない。くれぐれも気をつけて。困ったことがあったらいつでも相談においで。私にできることならいくらでも力になってあげるからね。ありがとう。十分に気をつけるよ。心配はいらないよ、フェア君。そうさ、心配なんか私には必要ないから。待て！血の匂いだ。かなりの深手らしいな。クラウレなのか？いや、アニジャではない。これはおそらく、人間のものだな。どこへ行く！今の俺たちには無関係だぞ！
足さえやられてなかったら。泣き言は死には似合わないよな。オイラは最後まで諦めないぞ。しゃとは違うんだぞ。赤き手袋の暗殺者だってことですよね。え、危険な相手なのは分かっていますから心配しないでね。結局のところ無関係じゃいられないってことなんですよね。仕方がないってば。ポムニットさん、人助けしてんだから愚痴らないの。帝国軍陸戦隊所属トレイユ駐在武官グラッドだ。赤き手袋の総区名、神聖皇帝の名のもとに裁きの刃を受けよう。ジャー！